Thank you so much for checking out Chris's room. 今日もクリスの部屋を見てくれてありがとう。今日のビデオはね、初めての仕事での初めての90日っていうトピックのシリーズパート2なんですよ。The first 90 days part 2。パート2って言ってもね、実はね、パート1まだ作ってなくて、来年パート1作るよ。ごめん。今ちょうど5月のね、5月なんだよね。だから新入社員、4月から始めた人たちの、まあちょっと2ヶ月目になってて、新しい仕事を始めてる人たちに、ちょっとこれから大きい変化が来ると思うんですね。で、それについてお話しできればと思います。ブブ。最初の90日っていうのは、実は意外とリアルな話なんですよ。この最初の90日間をしっかりやって、でうまく自分をセットアップすることができたら、もうロケットローンチみたいな感じでその会社でスパパパパパパっていくことができるし、この90日間でしこったら、まあ、会社辞めちゃうとか、なんかその会社であんまり良くない環境が続くっていう風になるんだよね。で本当にね、これね、本もあるぐらいなんですよ。もうビジネスナンバーワンベストセラー Amazon USA でね、 The First 90 Days っていうのがあります。ここにコンピューターがあって見てるんだけど、マイケル D. ワッキンズっていう人がね、書いたのがあるんですよ。で、これを日本で読みたかったら、日本語の場合は最初の90日で結果を出す技術でプラス、なぜか分かんないけど、ハーバードビジネス式マネジメントっていう、何なのこれね、なんかハーバードってつけたら売れるのかよって話だよね、もう本当に。 Alright、 ということでですね、白板をここに用意します。あれ出ないね、ホワイトボードね。今日はなんとですね、シャキーン、使ったことない iPad をホワイトボードにして説明していきたいと思います。 Alright、 じゃあちょっと始めましょう。 Alright、 じゃあちょっとね、このホワイトボードを見ていただきたいんですけど、例えば、じゃあ例えばね、このラインがあるんだけど、ここのこの部分の中がね、この部分ね、これが普段の行動にしましょうよ。どういうことかというと、まあ新入社員になる前とかね、仕事をスイッチする前はいつもの行動をとってたわけよ。その受験が終わって大学生になって、大学で勉強しててやばい、なんとか活動、何活動だっけ、就職活動が始まってめっちゃストレスになって、他の人たちが入ってて自分も入れるかっていうのが分かんなくて、わーってなってて、たまにこういう感じで、こういうグラフでやってるわけよね。で、今何が起こったかっていうとね、会社に入ることによって普段やっていない、慣れていない行動を取り始めてるんだよね。朝起きて、もう込み込みの電車で通勤して、ひょっとしたらで、もう来たらもうずっと会社着いたら仕事やってて、仕事が終わったって思ったら夜8時9時になったら今度上司と飲み会に行かないといけないとか、でその後また1時間1時間半かけて込み込みの電車で家に戻って、でまた次の朝早起きして、でこれの繰り返しがあってるんだよね。だからこのその就職活動中と今行っている行動はだいぶやってることが違うんだよね。でこれをグラフにすると、この今やっていることは、就職したからこうやって会社入れたらこういう仕事をやっているんだよね。 Alright、 でここで考えていただきたいのがね、ここの線があるでしょ、これこの上がハッピームードなのよ。でこっちがサッドなわけよ、ね、落ち込む、こっちがハッピーね。 OK、 でどういうことかというと、普段の行動の中では結構ハッピーな日もあって落ち込む日があるわけよ。でもだいたいこのゾーンの中で動いてるんだよね。でこのゾーン、ここの黒いところ、これを、まあ、いわゆるみんなが言う自分のカンフォートゾーンっていうのね。でこれが普段の行動の中のカンフォートゾーン。でも今あなたがやっていることっていうのは、このカンフォートゾーンより上のところに行っているんですよ。で何が起こるかっていうと、このカンフォートゾーンがここに上がっちゃってるわけでしょ。
この上のところまで。この分慣れてない行動なんだよ。で、実はね、このカンフォートゾーンのこれがこの今の自分の新しいところを引っ張ろうとして、このカンフォートゾーンに自分を戻そうとするの。このグラフがあって、普段はこのような行動をしているんだけど、新しい行動、新しい仕事、やったことがないことがいっぱい入ってきて、そういう会社のカルチャーとかね、いっぱいあるし、時間の使い方とか疲れてるし、こうやって上がっていってるんだけど、このカンファートゾーンがあなたを引っ張ろうと、下に落とそうとするわけよ。で、ちょうどこれが最初の90日間の間に起こるわけよ。ね、特に30日から90日の間に起こるんで、早い人はもう本当に1週間とか2週間で起きちゃうんだけど、で、何が起こるかっていうと、たったちっちゃいことなんだけど、自分がマジ慣れてないことだから、会社を辞めたいとか、ね、逃げ出したいとか、もう耐えれなくなっちゃうって自分が本当に思っちゃうわけよ、ね、で、ここで気をつけないといけないのは、それは事実なのか、本当に自分が耐えられないのか、ただ単に慣れてなくて思い違いをしてるかっていうことなんだよ ね。で、これ本当に新しい仕事を始めると3ヶ月以内で必ず、多分 99.9% の人には起こるんだよ。なんか通勤が辛くて、体が辛くて、また行かないといけないってなって、で、それがずっと続いてて、で、今度月、ね、なんか日曜日の夜に、あ、会社行かないといけないってなって、朝行く時に、うわ、もう耐えられないってなっちゃうわけよ。で、この時に、ね、気をつけないと、このカンフォートゾーンが自分を引っ張ろうとしてるだけかもしれない。だから、そのもしこういうパニックとか、ね、プレッシャーとか変なのが起きたら、ね、まず一つは、ね、気づいて、あ、これこの間クリスが言ってたことかもよって気づくことね。このちょうどこの時だよね、この落ち込む時に、ね、そして本当に、ね、これは自分が耐えれないのか、それかこれは自分がカンフォートゾーンが変わっただけなのかっていうことを見極めないといけないと思うんだよね。ね。だから、前のカンフォートゾーンと今度あるカンフォートゾーンがだいぶ違うんだよね。で、今パニックになってるとか、今度パニックになったら、ひょっとしたらこの、ね、会社の生活のカンフォートゾーンと普段の就職活動のカンフォートゾーンか、前の仕事のカンフォートゾーンが合ってないだけだから、自分が上がろうとして、それがうわー、この部屋暑すぎるとか、この部屋寒すぎるみたいに、ちゃって自分で出ようとしてるだけかもしれないんだよ。実は全然メンタルのトレーニングとかジャーナリングとか、ね、ちゃんと運動をやってたら、リラックスしてるとか、ね、そういうのをやってたら、全然ひょっとしたらちょっとした問題だけかもしれないんだよ、ね、なので、本当にこの、ね、最初の90日パート2、ごめんね、本当にパート1もこのセットアップっていう部分もあるんだけど、こういう上がってきて上がってきて、あまりにも上がりすぎてて、前の自分が慣れてないからバーンって引っ張ろうそうとする時期が来ると思うんだよ、ね、で、ここを乗り越えるコツは、会社の上司に頼れるようになることなんだよ。上司で見ている人たちは、部下が多分この時期が来るって予測して、その時のためのキャッチゾーンみたいなのを用意しとかないといけないと思うんだよね。本当にいいリーダーになっていくんだったら、right? だって考えようよ、ね、上司のみんな、ね、学生だった子が今社会人になって、やったこともない、人生で初めてのことをやってるんだよ。慣れてなくて、いっぱいプレッシャーがあるんだよ。そりゃうわーってなっちゃうのは普通だから、もう事前にそうなったらどうしようっていうプランを立てていくことがいいと思います、ね、本当にその人に頼るっていうのはまた別のビデオでどっかで話してると思うんだけど、そういうスキルも実際に身につけながら、
ね、やっていきましょう。なので今日のビデオのポイントはこのグラフにも書いてるんですけれども、普段の行動がこういうふうになってて、バーンって今上がって慣れてないことをやっているから、どうしても何かのフォースが自分をスパッて下げようとするんだよね。ね、よく考えるとここの分上がってるじゃない、ね、人生っていうのはウェーブがあって必ずバランスを取ろうとしてるから、前の方に慣れてたら必ず今を下げようとするっていうフォースはついてくるんだよ ね。だから自分の人生を変えたいんだったら、ね、カンフォートゾーンから抜け出さないといけないんだよ、ね、カンフォートゾーンっていうのは同じ行動を取っている、同じ感情があって同じ行動を取っていると同じ結果になるんだよ。で、この結果、今の結果が嫌だったら違う考え方を持たないといけない。そうすると違う考え方のせいで違う行動ができるから結果も変わってくるんだよね。でもそれをやっているうちに、いやーこれ慣れてないから怖いよ、嫌だよ、もう失敗したらどうなのっていうのが来るから、それをブロックしないといけないわけよ。で、うまくいっていると必ずその心配が来るんだよ。Alright. なのでひょっとしたらちっちゃいブレイクダウンとかが今後来るかもしれないんだけど、これをあんまりリアルに受けないで、ね、まず最初はこれはただ単のカンファートゾーンで自分を下げようとしていることなのか、本当に自分が無理なことなのか、で、なんか困ったことがあったら自分の会社の仲間に話す、今こういう環境で難しいんだけど、本当にブラック企業とかだったら、そのブラック企業はやめていいからね。ブラック企業は断る勇気の修行だから、これは自分に合わない、ね、その相手にノーって言えない、でそれを自分は今は学ぶ時期だよっていうことだから、ブラック企業に入っている人たちは、ね、その勇気をつける時間だから、ね、だからブラック企業じゃなくて本当のチームと一緒に、ね、働いている会社はもうチームメイトが仲間だから、ウォリアーみたいな仲間だからね、こういうのを相談するのも一つの仕事に含まれることなんだよ、チームワークって言ってね。 Alright. それが最初の90日のパート2でした。 Alright. なのでね、今新しく仕事をやっている人たち、ね、頑張ってください。本当にね、このビデオが何かのお役に立てることがあれば本当に幸いです。 Alright. Thank you so much guys. And I will see you in the next video. ありがとう。